はい、ご機嫌いかがですか。伊沢元彦です。小屋とさあ、かごもちゃんです、はい。まあ、歴史を見るコツっていう感じで、はい、教科書では絶対わからない、多分歴史の先生方もよく分かってないんじゃないかなと思うんですけど歴史って全体通して見ないといけないんですね、うん。例えば、まあ、最初にやったことだけど、イギリスではジェントルマンは傘を持つのが当たり前だと思ってるけど、昔は常識が違った、それを変えた人がいる、うん。で、その変えた人のことを意識するのが歴史なの、うん。ところがね、日本ではそれがほとんど忘れられちゃうんだよね、うん。例えば今、犬にも命がある、はい、いや、あらゆる生き物には命がある、大切にしなきゃいけないっていうのを今当たり前のようにやると、はい、みんな思ってるんだけど、少なくとも武士たちはそう思ってなかった、うん。自分たちは人を殺すのが商売なんだから、それが生き様なんだから、人の命を取ることは何とも思ってない。それを変えたのが綱吉。ところが、みんな綱吉は犬の命を大好き、いや、人間の命より犬の命を大切にしたバカ将軍だと思っている、はい。歴史学者もそう教えている。それは歴史が分かってない。ということで、実はここに歴史の法則があるんですよ。はい、うん、これまとめてみました、はい。はい。英語ですよ。さあ、かごまちゃん英語得意だっけ？いや、日本の教育のレベルです。これはね、ウィリアム・シェイクスピア、はい、まあ、私は人類最高 の劇作家だと思うんですけど、例えばハムレットとかオセロとか、はい、リア王とかマクベスとか、いろんな素晴らしい作品があるんですが、ジュリアス・シーザー、これは英語で言ったからジュリアス・シーザーになるので、ラテン語で言うとユリウス・カエサル、ローマの英雄ですね、はい。で、彼は結局暗殺されてしまうんだよね。今と違ってテレビ電話っていうか、コミュニケーションの手段が非常に不足していて、古代ローマではあまりにも国が大きくなりすぎて、それまでまあ民主主義だ、民主制っていうか共和制だったんだけど、まあ、これは一人の優れたリーダーに任せるしかないじゃないか、うん。皇帝、後にそれが皇帝、インペリ、エンペラーと呼ばれるんだけど、その地位を設けるしかないじゃないかっていう時に、最初にそれに一番近づいたのがシーザー、カエサルなんだけど、あ、はい。逆に共和制の伝統を守ろうという人たちによって暗殺されてしまったんですね、はい。で、実はそのこれジュリアス・シーザーというタイトルなんだけど、シーザーが主人公じゃないんだ、うん。シーザーが殺された後、その殺したブルータスとそれに対して批判をする、これもラテン語で言うとマルクス・アントニウスになるんだけど、マーク・アントニー、英語で言うとマーク・アントニーが、これね、名場面です。昔はね、もう亡くなっちゃったけど、生真面目なのがブルータスで、加藤豪さんだったかな。で、それに対してそれをひっくり返す、アントニーが中台達也さんじゃなかったかな。これすごい日本の歴史に残る名舞台だったんですけど、これはまあ、映画なんかでも確かあるから見るといいんですが、何が見せ場かというと、そのシーザーが死にました、みんな悲しんでる、ブルータスが出てきて、いや、これはやむを得なかったんだと、ローマの伝統を守るためだっていう時に一度みんな納得するんですね。ところがその後アントニーが激しい言葉を一つも使わない、こうやって塩垂れて出てきて、本当にこれで良かったんだろうかって言って、だん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 名演説をして、みんなをブルータスが悪いって思わせるような、これは名演説の基本になって、確かイギリスの名門高校なんかでは今でも教えてるはずです。で、どういう意味かっていうと、まあ、日本語に訳、このオートっていうのは今と違うんだけど、これはオフの古語ですね、うん。で、まあ、直訳すれば、人間の成した善行はすぐに忘れられ、あ、悪行はいつ後々まで残り、いいことはすぐに忘れ去られる。で、これをまあ、日本でも小田島裕二さんとか福田恒有さんとか諸先輩がいい役をしてるので、それを参考に訳しますと、英雄というものが死ぬと、その良き行いはあっという間に忘れ去られ、悪事のみが千年の後まで語り継がれる、うん。これ前ちょっと名門校でこういう歴史の話をした時、君たちどう思うって聞いたら、
まあ頭のいい子たちばっかりですから、人間っていうのは恩知らずな動物ですねっていうことを言ったんだけど、ちょっと違うんだよね。もう一つ深い意味があると私は思ってます。それはどういう意味かというと、綱吉ですよ。綱吉ってものすごくいいことしたわけだよね。人間の命に、あの生命を尊重させるという素晴らしいことを日本人の心の中に定着させた。でもそれ、その良き行いは忘れ去られてますよね。そうですね。で、あいつは人の命より犬の命を大切にした馬鹿将軍だっていう悪口が未だにずっと続いてる。だからそれをやっぱりイギリス人は歴史わかってるなと思うのは、それを気をつけなきゃいけないというのがこのセリフだと思うんですよ。シェイクスピアはそれがわかってたと思うんですね。だから私はそのセリフを抜き出して、アントニーズロー、アントニーの法則と名付けました。これは私の命名でございます。で、今日はそのアントニーの法則第2弾、はい、あの人のことをやりたいと思います。あの人とは、はい、織田信長ですね。まあ、織田信長っていうのは大変人気ある人なんだけれども、実は一部の人は絶対信長認めないっていう人がいるんですね。というのは、信長は一向一揆とか、あるいは比叡山焼き討ちとか、宗教勢力の人たちを虐殺したじゃない。これは、まあ、虐殺という言葉が当てはまるかどうかを別にして事実です。数万人の、信徒たちを殺してます。だからとにかく人間を殺すなんて許されない。これ、こいつは政治家としては私は認めないっていう人は結構一流の文化人、一流の政治家にいるんですが、それも実は間違いで、アントニーの法則のこの人も適用される人なんですよ。